本日はですね、ダーハマチャンネルに出演するということで、今から行ってみたいと思います。行ってみましょう。非常に高層階です。なんとですね、そんな高層階にいらっしゃるのはこの方です。ダーハラです。初めまして、原田と申します。僕が YouTube をスタートするんですけども、第1回目のスペシャルゲストとして芦名さんにご協力をいただくことができました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おかしい、手こずってます。やっぱ初めてうまくいかないですね、うん、そんなこともあります。やっぱうまくいかないけどやるのが大事だ。いや、そうなんですよ。やっぱ失敗を恐れずに、そうそう、失敗しないってなんてことないから、はい。準備をしてる間に質問が来てるみたいなんで、質問を読んでいこうと思います。おはようございます。生命保険業界についての質問です。現在生命保険の仕事をしたいと考えてるんですが、2つ質問です。1、芦名さんが生命保険業界に踏み込もうとするなら、自社の保険のみを扱う会社か、複数の代理店かどちらを選ばれますか。その理由とそれぞれの強みを教えてください。2つ目、芦名さんはプルデンシャル生命に勤められてましたが、芦名さんが働いたからこそ分かるプルデンシャル生命の強みと弱みを教えていただきたいですというお話です。と、まあ、一社専属か、代理店みたいな話だと思うんですけど、まあ、今回一社専属 の田中くんがいる前なんで、ちょっと言いにくいですけど、確実に代理店ですね。一社専属はちょっとね、今だったら強い、ちょっと辛いですよね。まあ電化製品で言ったら多分分かりやすいと思うんだけど、パナソニックとか、そういうところは、自分たちが物を作って、製版一体みたいな話ですけど、まあ、自分たちが商品を作って、売る、みたいなところがどんどん、別業態になっていって、売るっていうところはヤマダ電機で売ったりとか、アマゾンで売ったりとかしてるんで、まあ、必ず、業界っていうのは製版が別々になっていくっていうことが、まあ、自然な流れかなと思います。で、まあ、保険業界はそれが、まあ、遅かったっていうだけの話なんで、まあ、いずれにせよ、まあ、どの業界も、製版は別になって、製造する会社と販売する会社っていうのは必ず分かれていくと。別にそれは保険業界だけじゃなくて。なんで、販売に特化する、代理店になった方がいいんじゃないかなというふうに思いますと。で、プルデンシャルの、まあ、強みと弱みみたいな話だと、まあ、それもいつの時代かによって、まあ、金融って、まあ、保険業界もそうだし、銀行とかもそうなんだけど、時代によって商品がめちゃめちゃ変わるんですよ。銀行も金利が毎年変わったりだったりとかするして、生命保険も金利というかその商品性がすごい変わったりするんで、今はちょっと弱いかなっていうふうに正直思ってます。だからそれこそね、アクサとかも今めちゃめちゃいいの出てるし、まあそういう観点もあって、まあ代理店とかの方がいいかなと思ってます。で、僕が今花道っていうオンラインの、すべてオンラインで世界中どこからでも稼げるみたいな、花道っていう代理店やってるんで、ぜひ調べてみてください。あと質問はですね、刈り上げ屋さんから来てます。刈り上げ専門の床屋ですと。私は20代独身で YouTube でバリカンを使った素人のできるセルフカットについて発信しておりますと。そこで月2回程度気軽に刈り上げのメンテナンスができるセルフカットを学べる床屋を作りたいと思っている際に、芦名さんの話を伺いました。私自身が素人のため、利用者を雇う前提です。そこで芦名さんがこういった床屋を作るとしたら、立地や金額などどのような事業内容にするか存じたくっていうお話ですね。まあ、刈り上げサブスクみたいなのはまあ流行ってきますよね。で、まあ実際にまあ結構あったりすると思うんで、まああとは、いかにロケーションキングになれるかっていう、ことだと思うんで、つまりその髪切りたいなって言った時に、じゃあ例えば原宿にその散髪屋があったら、じゃあ自分が銀座に住んでたら、まあ行くのちょっとめんどくさいなっていう時に、銀座にあったらもう銀座行っちゃうと思うんで、そういう主要都市にバン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 出していくと。で、多分それって店舗出すっていうのももう面貸しで、どちらかというとそのセルフカットはあんまニードないと思いますよ。あんま単価が上がらない。なんでやっぱやってあげるってことがいいと思うんで、そういう、利用者の方が稼げる仕組みを作ったりとか、その方、まあ、基本的にその専門職なんで、まあ、専門職の方って集客が苦手な方すごい多いんで、そういうところを、代行してあげたらいいんじゃないですかね。つまり、利用者の育成ですよね。借り上げの育成と、集客の代行みたいなことやってあげると、で、あとはブランドですね。看板を貸してあげるとすごい広がるんじゃないかなっていうふうに思います。それでは撮影の
準備ができたみたいなんで、行ってみましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。いや本当にお忙しい中ありがとうございます。いえいえ。いや今回YouTube 始めるきっかけの、このトークセッション第1回目にスペシャルゲストとして芦田さんにお越しいただけるなんて夢のようです。ありがとうございます。ありがとうございます。実は僕、アシナさんと出会ってから結構経ってるんですよね。だって初めて会ったのが僕アメリカ行って帰ってきた時だね。そうです、覚えてます。うん。多分。電通の2階のね。そうです、アドカフェでね。覚えてます。覚えてる。多分9年前。うん。で、当時僕が、大学3年生だったんですよ。大学3年生で、就職活動をめちゃめちゃ悩んでて、やりたいことなくて。うん、っていう時に、アシナさんの記事見たんですよ。うん。電通入って、で、コピーライティングして、辞、うん、めて、で、プルデンシャルでめちゃめちゃ成果出して、うん、で、なのに、辞めて、ハリウッドに行って、はいはいはい、っていうタイミングで、ちょうどハリウッドから帰ってきた時に、電通で、うん、話していただいたと、うんね。お世話になりました。いや、でもあれ、あの時、うん、なんでそもそも会っていただいたんですか？いただけたんですか？いや、実は、もともと面識なかったじゃないですか。うん、ない状態で、Facebook のメッセンジャー、うんを使って、会いたいですっていうメッセージを入れて、二つ返事でいいですよって、まさか来ると思ってなかったんで、あれなんで会ってもいいなと思っていただけたんですか？いや、会いたいって言うから。そうです。いや、当時はなんかその会いたいって言われたら 100% 会うようにしてて。いやなんかその、まあ、社会的にも大成功されてる方が、こんなね、当時学生22歳、21歳だったんですけど、うんいやこんな自分にもお時間作っていただけるんだっていう、うん、まず感動から始まっちゃって、はい、まあありますよ。いやありがとうございます。今は、はい、今は別ですけど当時はもう 100% やってましたよ。いやすごいっすよね、うん、かなりビビりましたけどね。はい、まあその時なんか人に会っても疲れないなっていう気持ちもあったし、はい、なんかあ普通の人ってこういうことを考えてるんだっていうなんかそういういろんなこうインサイトが知れたんで、はい、そういうのがめちゃめちゃ大きかったです。ああ、いやすごいですね。でもその僕もメッセージして会いたいなと思ったのが、うん、僕実は学生ちょっとまあ、昔の話になっちゃうんですけど、うん、学生の時は就職活動やりたいことなかったんで、うん、とりあえず大手の会社行ければいいと思ったんですよ。うん、大手の会社に行ってである程度年収稼げれば、うん、まあ、モテるんじゃないかって思ってたんですけど、うん、ただそれを芦名さん捨てまくってたじゃないですか。うんっていう、まあ、チャレンジと、まあ、今現在もいろいろ事業展開されてる中で、ね、僕は芦名さんと出会って本当にいい影響をいただきまくってるんで、うんまあ、なので今日はまあ、せっかく貴重なお時間いただいてるんで芦名さんの、まあ、過去そして現在でこれから芦名さんどうなっていくのかどこを目指しているのかっていうのをですねぜひ赤裸々にいい回ですね。芦名さん話していただきたいなと思って話しましょう。はいお願いします。早速。はい。じゃあちょっと過去の話から、はい、お話をお聞かせいただきたいんですけども、うん学生時代のお話ですね。芦名の慶応高校、ね。慶応高校。ですね。あれ、一般入試。一般入試。めちゃめちゃハードル高い。ああ、まあハードル高いって言われるんだけど。うん、はい。どうなんですか？ほとんど勉強してないかな。そう、あ、しなくても入れる。いやいや、しないと入れないよ。要はその、慶応って、まあ多分、神奈川、東京、まあそこら辺だったら偏差値、三教科高校受験だったら、多分1位、2位ぐらいの偏差値で、はい、まあ、早稲田とか慶応とかあると思うんだけど、うん、そこでまあ、模試ってのを受けるんですよ。模試、はい。で、僕、で、模試って最高判定が 80% 以上合格、みたいな。80%、はい。A 判定、A 判定、みたいな。はい。まあ、まあ、受かるでしょ、みたいな。はい、僕、それ以外取ったことないから。もうそれが最低基準で。それを取っとけば受かるでしょ。だからそのために勉強するわけね、塾に行って。はい。っていう。いや、すごいっすね。でもみんなやっぱその当てずっぽで、受かったらラッキーっていう、なんだろう、その宝くじ感覚で、みんな受験してるから。はい、あ、勝負に臨むんですね。そう。で、その時思ったのが、やっぱ、80% の人はちゃんと勉強してないから、はい、20% の人はちゃんと勉強してるんですよ。あー。だから20% 勉強してる中の人に勝てばいいから。なるほど。だから倍率とか関係ないんですよ。そういうことなんですね。そう。ちゃんとした人と、でとしかライバルじゃない。なるほど。でももうそれ中学生の頃からもうその思考がすでに芦名さんにあったんですね。あった。それがすごいですね。あ、でもそれは塾が良かった。あ、そう。あ、なるほど。塾が
みんなどうしてんだろうな。だって、模試受けたら大体受かるか受からないかぐらいわかるじゃん。まあそう出ますもんね、うん。はい。で、塾でも当時ランキングがついて、はい、うちの塾は川崎予備校っていう名門の、従業員っていうか生徒が90人ぐらいいて、はい、90人、はい。で、30人以上が総計以上に受かるっていう。あ、すごい塾です、ね。いや、そう、めちゃめちゃスパルタ塾で。はい。で、もう席順とかも全部この、頭いい順に並んでるから。あ、なるほど。じゃあ。だから自分がこれより前に座ってれば、まあ受かるな。なるほど。はい。で、やっぱその、頭いいやつと頭良くないやつっていうことを、やっぱ比べるわけですよ。うん。どういう人が頭いいのかなって。はい。どういう人が頭良くないのか。うん。で、頭良くない人の原因はもう一個だけで勉強してないんですよ。確かに。うん。サボってたことですね。そう。だからそこはもう勝負の相手じゃないんだよ。ああ。で、頭いい人って何をやってるかっていうと、はい、勉強してる人ない関係ないんだよ。関係ない。本当に天才って人がいて。あ、そこの領域の人がいるんですね。領域の人が、僕はありがたいことに、はい、その時天才みたいな人が3人ぐらいいて。90人の中に。そう。普通に勉強してるんですか、その社長。もちろん勉強もしてるんだけど。だけども。やっぱ頭がいいってこういう人のことなんだ。だから、サッカーやってたでしょ？はい。あ、こういうやつがプロに行くんだみたいなのあるじゃん。そうですね。まあ、ただやっぱ一部ですよね。そう。はい。でもあれは、もうやっぱズバ抜けてるんですよ。で、それから練習、その人が倍練習してるかってそうじゃなくて。いや、そうなんですよね。もうズバ抜けてるんだよ。はい。みたいなのがやっぱ勉強の世界にもあるんで。あるんですね。そう、それが才能。まあ、それも生かすも殺すも、その後の彼の努力したいだけど。はい。いや、でもやっぱいるんですね。うん。そんな天才が。うん。私、サッカーでもいましたけども、なんか変でしたもんね。うん。そう、だからなんか結局その自分の立ち位置をちゃんとどこ、自分がどこにいるのかっていうことを客観的に理解して、はい。で、自分が努力でどこまでいけるのかっていうことをちゃんとこう、認識するっていうのがすごい大事。なるほど。努力でどこまで自分が到達できるのか。そう。だから、その、ランキングがつくとか、はい、そのランキングっても客観的な数字だから、はい、もう間違いないわけです。はい、まあ、でもみんなそのランキングが出てるにもかかわらず、はい、いや、本当は勉強すればとかでいいわけ。あ、勉強してないでそこなんだから、それが実力じゃんっていう。はい、だからまずこの、実力の認識っていうのを、はい、は、僕はめちゃめちゃシビアにしてる。これは大事な視点ですね。だから、まあ、高校から僕アメフトを始めて、はい、高校2年で日本一になって、はい、高校3年でキャプテン始めて、はい、で、初めて、日本代表のユースに高校生で選ばれるっていう。うん、いや、すごいですね。なったんだけど、はい、それも自分がどれぐらい上手いかっていうのが分かってるわけ。うん、客観的に、はい。でも多分みんなこれができてないだけだと思う。いや、なんか、普通できない。うん、ですよね。みんな頑張ってるかどうかで評価してる、自分のこと、はい。でも自分が頑張ってるかどうかって全く関係なくて、僕はそれ受験勉強でもあるんだから。なるほど。めちゃめちゃ頑張ってますって言ったら、じゃあ入れるんですかって。そうじゃない。まあそうですね。まあ、実績ですもんね。そう。はい。だから日本代表に行っても、あ、この人は僕より全然うまい。あ、この人よりはうまい。この人が勝ってる。ここは完全に負けてるとかっていうのが、めちゃめちゃ客観的に僕は分かるから。その力はすごい生きてるから。なるほど。まあ、それがまあ圧倒的な成果にはまあアメフト時代もつながったというところですね。うん、大学時代のさ、アメフトの成果としてはどんな感じだったんですか？大学はオールジャパン入って、はい、オールジャパン、日本代表、日本代表が雑誌が取り上げるんだよね。そのオールジャパンっていう雑誌評価みたいな。はい、はいはいはい。で、日本代表は選考に行って選考受かんない。あ、違う。それ電通の時か、電通の最後だったね、選考は、はい。で、それでも転職しちゃったんだよね、プロ電車で、はい。はい。あ、そうだったんですか。そう。あ、迷られてたって話されてましたもんね。そうそうそう。で、アメフト、話しますけども。アメフトは大学で辞めた。大学で。あ、じゃあ、あ、電通、あ、社会人になって、平日は電通で働いて、はい、土日は朝日ビールっていう、シルバースターっていうチームでやって、はい、で、プルデンシャに転職するときに全部辞めた。あ、なるほど。それらのきっかけだったんですね、うん。なるほど。ちょっと戻っちゃうんですけど、まあ、慶応大学で、うん、入って、うん、アメフト部で、まあ、日本代表、うん、でキャプテン、うん、されてると、僕帝京大学出身なんで、うん、あんまりその会社選びかなり苦戦してたんですけど、うんうん、アッシェンさんだったら選び放題じゃないですか、うんうん、なんで電通だったんですか？いや、まずね、選び放題ではないよ。そうなんですか？うん、ちゃんとやっぱ就活しないと受かんない。アッシェンさんでもですか？うん、その実績が、実績というかがあっても、だし、僕はちゃんとやりたかった、就活を。あ、はいはい。楽しかった。その、自己分析をして、はい、自分に向き合って、うん、仕事なんかしたくないわけ。仕事をしたくないのに、どうやって、その、要は結婚したくないのに結婚相手を探すみたいな話じゃん。ああ、難しいっすね。うん。
だからそこをどう自分の中でこう折り合いをつけていくのかみたいなのも楽しかったし、はい、まあでも電通にしたのは結局僕最後、うん、だから僕三菱商事と三井物産、はい、物産、はい、あとは電通と博報堂、はい、あとは三菱地所と三井不動産受けて、あ、はい、結局6社受けて、で最後迷ったのが三井物産と電通でどっちにしようか迷ったんだけど、はい、結局電通の方が学生乗りだったんだよね。商社マン確かにかっこいいんだけど、うん、なんかいきなり電話でなんか英語で喋り始めて、はい、海外のクライアントとみたいな、はい、かっこいいなとは思ったけど、うん、いやちょっとビジネスマンすぎて無理だなと思って、そもそも仕事したくねえしと思って確かに、はい、なんかもう一回勉強、僕はその受験勉強の時に、うん、もう二度と一生勉強しないって決めて、はい、頑張ったから中学校3年間じゃ相当まあ大変だったんですね。そう、勉強はだからもう絶対勉強しないってもう決めたから、はい、勉強したくなくて、はい、でも商社マンってなんか勉強しなくちゃいけない、いやでもそのイメージですね、語学もあとなんかあの日経新聞を読んだりとかね、それが電通はそうじゃなかったんですね。電通はなんかもう行くっしょ乗りっしょみたいな学生っぽかったな。あ、そのなんか同期とかじゃなくて先輩もそんなノリだったと。そう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 。あ、それは確かに珍しい文化というか、うんうん、広告業界かつ、まあ、電通ならでは、うん、また博報堂とはまた近かったんですか。ああ、でも博報堂の方がそういう感じはあったね、はい、当時赤坂ビズタワーっていう赤坂サカスに博報がドンって移転して、はいはいうん、明日ばっかのすごいおしゃれで、いやあそこかっこいいですよ ね。だから博報堂かっこいいなと思ってたけどね、うん、まあでも電通のビルもかっこいいですけどね、うん、電通はなんかいろんな意味でいかついじゃん、はい、電通ってもし自分が会社作ったら、うん、電通って名前にします。確かにちょっとすごくない。いや本当そうっすね。博報堂はなんかさちょっとさ、うん、おしゃれな感じがあるじゃん、うん、ギリするかもしれない。いやでも博報堂も結構渋いけどね、うん、でも電通ってさ、はい、ちょっとよくそのネーミングでできるな。確かにでもなんか残りますよね、うん、電通って、うん、さすが、うん、見てたと思った。なるほどですね。で電通入られてなんかアシャさんやっぱ営業ってイメージありますけど営業職ではなかったんですよね。そう、クリエイティブ、まあ、クリエイティブ局。具体的に何やってたんですか。いや何やってたんだろうねでもあのなんか広告のキャッチコピーとかディズニーとかコカ・コーラ、コカ・コーラさん、はい、いろいろ手掛けてました。そうそうそう。その仕事はそのまま元でやりたくないっていう状態から実際そういったまあ世の中にインパクトのある仕事をやられたと思うんですけど、うんうんうん、やっぱ楽しかったんですか。楽しかった楽しかった。あ、まあ、でもはどうやって人の心を動かすかっていうところの仕事で、はい、でやっぱクリエイティブっていうのがやっぱそのみんなが目に見えるものを作るから、うん、だからそういう僕はコピーライターとして配属されてクリエイティブ局に配属されたんだけど、はい、それ楽しかったよ。あ、でもまあなんかあの僕が言える立場じゃないですけど客観的に見ればね、あの電通に入ってでそのコピーライティングクリエイティブ職って割と花形の部署 で、うん、でそういった何だろう世の中にインパクトがある、まあ、仕事をして、うん、で、まあ、収入も、うん、まあ何だろう、まあ、一般的には高いじゃないですか、うん、っていう中だとそれでなんで電通辞めてプルデンシャルにっていう風に僕は当時学生の時めちゃめちゃ疑問だったんですけど、うん、そこはどういうなんか心境の変化だったんですか。僕はやっぱ常にその、まあ、アメフトやってる時もそうだけど、はい、そのどうなりたいんだっていう気持ちがすごくあるから、あ、はい、何をやってるかとか、うん、じゃなくてお前はどうなりたいんだっていう気持ちがすごいあるから、はい、それを自分に問いかけてたってことですか。そうそうそう。でやっぱ社会人になると、はい、僕はそのルールの理解がすごい得意なんで、はい、いやじゃあ受験だったらこういうルールだよね、はい、じゃあこういうふうにすればいいんだよね、はい、じゃあアメフトだったらこういうルールだよね、じゃあこういうふうにすればいいんだよね、うん、でポジションでもこういうところを鍛えたらこういうところを伸ばしたら試合出れるよねっていう、その、はい、物事には全てルールがあって、うん、そのルールをいち早く理解してそこをジャックする、なるほど、ハックするってのがすごい大事で、でじゃあ就職して電通に入りましたっていう、うん、でどうやったら一番給料が上がるのかっていうルールがあるわけよ、うん、でこれはみんな仕事を頑張るとかじゃないんだよ、残業なんだよ。残業代で稼ぐってこと。そう、うん、要は仕事のクオリティでも、はい、仕事の頑張ったでも上司の評価でも全くなくて、うん、残業をすれば一番給料がもらえるっていうルールだったわけ。それはもう別に僕が決めたわけじゃない。まあ、電通のルール、まあ、社会のルール。そうそう、会社員としてのルール。ですね。って見たときに、あ、じゃあこれ、なるべく日中に仕事をしないで、残業時間の時に仕事をした方が儲かるじゃん。はいはい。確かに。頑張る頑張らない関係ねえじゃんっていう。あ、っていうルールを僕はいち早く
理解してしまったんで。早いですね。そう。で、それジャックする。はい、はい。なるほど。だから、それで、もう日中仕事しないで、遊びに出かけて、はい、で、夕方ぐらいに帰ってきて。自由なんですか？そう。あ、それがまたすごいですね。そう。あ、それは、アシャさん部署、クリエイティブ職だったからってことですか？あ、まあまあ、一応まあ、そういういろんなあれがあるけど。はい、はい、はい。まあ、直行直帰とかあるじゃん。あ、まあありますね。そう。でも、しばらくするともうすぐ直行して、はい。で、直帰して、そしたら別に仕事してるみたいな雰囲気だから。まあ何を。まあ先輩もみんなそんな感じだった。ああ、なるほど。だから全員ずるいんだよ。なるほど。全員ずるして金稼いでるみたいな。はいはい。で、それを僕は1年ぐらいしばらくやって、うん、それが自分に対して納得いかなくて、うん、要は、アメフトで言ったらさ、練習中練習しないで、はい。居残り練習したら試合出れると思って、ああ。で、終わったら残業代稼いで、六本木飲み行くみたいな。一番いい思いしてるみたいな。そう。そいつ一番嫌いだったから。ああ、確かに、はい。だから自分がすごい、一番嫌いな人間に自分自身がなってたっていう。ああ。っていうのに気づけたってことですね。うん。ああ、なるほど。だからどうしようかな、まあ、これダメだなと思って。それして、電通入って何年目の時ですか？一年したぐらい。早いですね。で、悩んで、で、なんか具体的なその時アクションとか、なんか。あとは電通の営業に行こうと思った。あ、なるほどですね、はい。その方がなんかちゃんと自分を律せるなと思って、うん、自分を律したかったから、はい、で、たまたまプルデンシャルから声がかかったんで、はい、あ、じゃあ行きますけど、いきなり電話かかってきて、はい、ヘッドハンディングの電話ですね。で、アシナさんが優秀だって聞いたんで、はい、一緒に働きませんかって言われて、おお、ちょっと待ってください、誰に聞いたんですか、こんなこと。確かにそうですね。いやいや、アシナさん分かるじゃないですかっつって、はい、まあまあそうっすね。で、そのプルデンシャルって、はい、あ、なるほど。で、もう、その、何がその、プレテンションに行くことの決め手だったんですか？法政の、僕は大学1年生の時の、はい、4年生の法政大学のキャプテンが、プレテンションで活躍してて。はいはい。で、僕は1年生、大学1年生の時の、だから2校目だから、大学3年生の、うん、関学の副キャプテンが活躍してて。はい。法政のキャプテン、うん、関学の副キャプテン。はい。いや、慶応のキャプテン。はい。絶対俺の方が稼げるよ。なるほど。ぐらいの話。はい。まあ、もうそこでも勝てるなっていう。だから別に保険という仕事もなんか分かってない。はい。なるほど。あ、そんな、アシナさんってやっぱりその割と、まあ割とというかその、まあすごい論理的じゃないですか。うん、そういった勝負事もちゃんと勝負論があって、うん、進むっていう。そう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 。なるほど。まあ、それでやっぱもうしっかりその結果が出てるのがやっぱすごいですよね。うん、なるほど、なるほど。で、プルデンシャルで、最初ライフプランナーですね、うん、営業職。営業職ですね。営業職で、僕、アシナさんの記事が見たのが今でも鮮明にあるんですけど、うん、窓際でこうしてるでしょ。多分、見たことある方多いと思うんですけど。これですね。あれが、あれはライフプランナーの時ですか？あれはね、ライフプランナーが終わって。終わった取材の時。営業職長になってからだね。あ、なるほど。の時の、その、まあ、営業時代の話とかを取り上げてた。そう、僕は営業やってたよ、あの時。あ、そういうことです、ね。営業所長だからマネージャーだったから。あんなマネージャーさんいるんですね。そう。やばいよ、今考えたら。いや、恐ろしいですね。あれだって25歳だからね。いや、見えないですよ。これ25歳。これが。僕が。これ25歳ですか。とてつも、オーラが25歳じゃないですよ。なるほど。25歳。はい。いや、でも僕も実はその、営業やろうと思ったの、うん、アシアさんのその記事を見て、うん、見たのがきっかけだったんですよ。普通に大手の会社入って、まあ、収入これぐらいかなって思ったんですけど、うん、月収でこんな稼いでる人いるんだって、うん、営業ってその可能性あるんだっていうのを、アシャさん聞かれて知ったんですよ、まあ、記事を見て。ぶっちゃけ、うん、あ、ダメだったらいいんですけど、最高月収とか、どれぐらいプルの時稼いだんですか？最高月収。最高月収。僕が、25歳の時の。25歳。25歳か、はい。25歳になった時の、はい、誕生日だね。誕生日。僕4月1日生まれで、はい、4月の月収が2400万。2400万。月収ですか？月収が。年収ではないですよね。そう。月収ですか？そう。さすがにこれ僕もテンション上がって写真撮ったよね。いやいやいや。だって、口座に一気に2400万パーンって入るわけですよ、ね。はい。すごい経験ですね。うん、しかも25歳で。うん、お金、2500万、400万入って、どういうふうに使ったんですか？いや、なんかその、2400万入る前からまあ、ある程度入ってきてるから、はいはいはい、なんかあんまりなんかその、入ってきたからどうとかっていうことじゃない。はい。だから、なんだろうね。
入ってきたっていうだけの話。なるほど。いや、すごいっすよね。で、まあ、それで営業所長になられて、うん、なんかその、営業所、うん、もうかなり、マネージメントマーシャンさん、うん、あのすごい成果出されて、うん、どんな実績だったんでしたっけ ?2 位。日本全国。日本2位。すごいっすね。僕、営業も日本2位だからね。そうっすよね。うん、個人でも2位。いや、すごいっすよね。うん、1位になってないんだよね。いや、でも、相当数、母数がえぐいじゃないですか。うん、で、その時に1位になれないなと思った。ああ。そこもまた、客観的に。うん、1位になれないなと思ったね。でも、まあ、いや、1位番を目指されてたってことですか？もちろんもちろん。で、まあ、2番だった。うん。で、その時、まあ、1位になれないなっていうのは分かった。うん。っていうタイミングは、その、なんだ、どういう心境なんですか？まあ、頑張ってももう1位取れないってなったら、うん。また、なんか、心境の変化とかあったんですか？なんか1位を取るってその、うん、やっぱ僕はどこまで行っても自分がどうなりたいのかっていうことしかないから、うん、まあ、そこは軸ってことですね。そう、自分がどうなりたいかっていうのが一番最初にあって、はい、そのためにトップを目指すっていう手段、あ、手段から、あ、そうです、そうですね、なるほど。でもこれがやっぱ1位取る人って、はい、自分だけでこれが逆転してんだよ。だから僕の感覚で言うと1位取るためだったら何してもいいっていうことに僕はなれなかった。あ、手段を選ばず、うん、それを取りに行く。そう。ああ、なるほど。まあ、その、アシアさんの美学ってとこですかね。そう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 。なるほど。だから、なんかそういう、なんだろうな、順位の認識っても僕はすごい客観的にできるから、はい、だから、これで1位、これで1位になるっていうこと、うん、と、自分が、じゃあ、こうなりたいって人格が、はい、イコールにならないなって僕はすごく思ってた。どうなりたいのかっていう人格に対して。そうそう。ああ、深いですね。ただ、僕のいた場所は結構その、1位こそ人格者だみたいなとこだったから、あ、はい、まあまあまあ、うん、ちょっと違うスポーツにしよう。なるほどですね。なるほど。いや、まあ一般的にっていう考え方があってのか言い方が合ってるかは分かんないですけど、うん、まあでもとはいえ、うん、個人で日本2位でマネージメント営業 所長としても2位っていう状態であれば、うんうん、もう人生安泰じゃないですけど、うん、いや、すごいじゃないですか、うん、でその状態をなぜ手放したんですか？あ、だから自分がどうなりたいかっていうことの先がなかったから。あ、もうプレデンシャルになかったと。プレデンシャルにっていうか、うん、そうだね、なるほどですね。だからその、うん、慶応だからモテますよね。いや、それは一般的にはそうかもしれないけど、はい、でどうでもいいわけよ、うん、僕がどうなりたいかとか関係ない、はいはい、電通だからすごいじゃないですか。いや、それどうでもいいわけよ。僕がどうなりたいかっていうのはまた別の話、はい、だからなんかこう周りの人にはいろいろ捨ててるみたいな思われるけど、いや、そのイメージですね。僕はもうここしか目指してないから、はい、そういうことですね、うん、なるほど。ちょっとそのプルデンシャルの後の話を、うん、お聞きしたいんですけど、うん、プルデンシャル合計何年？3年で、その後俳優を目指し、うん、ハリウッドで行かれたわけですけど、うん、それなんでまた、だから結局なんかじゃあ自分が、はい、そのまあ、プルデンシャルってめちゃめちゃ能力高いんですよ、トップの人たちって、うん。マジですごい人ばっかりで、うん。じゃあその中で自分が勝てることって何なのかなっていう。ああ。だから、地元では一番足早いと。はい。じゃあ、県大会出て全国大会出たら、うん、あ、俺より足早い人がいるんだみたいな。ゴロゴロ出てきますよね。じゃあそこで何ができるのかっていうのがもうずっと常にやっぱあるわけ。ああ。どこでオリンピック出れるのかみたいな。なるほど。って言った時に僕は雰囲気だったの。雰囲気？そう。オーラ。足なんです。ドンっていうだけで、このランキングだったら1位になれるなと思って。間違いなく1位ですね。うん、はい。こう、パーって歩いてきて、はい、どうもこんにちは。はい。誰が一番印象に残りましたか？ランキングで1位取れるなと。はい。で、これはアメジンに勝てると思ったわけ。なるほどですね。うん、だって、僕が、さっきのこの写真あったじゃん。はい。で、この写真も、ね、6000人とか、もう何千人いる、うん、社員の中で、じゃあ、アシナさんお願いします。いやで、僕が名指しで来るわけじゃん。そういうことっすよ、ね。僕より売れてる人はめちゃめちゃいるわけよ、はい、もちろん、はい。稼いでる人も。いやでもそこで名指しが来るわけだし。はい、で、学生時代のアメフトやってる時も、うん、僕より上手い選手はもちろんいるんだけど、はい、じゃあ、アシナさん表紙でお願いします。うん、じゃあ、アシナさんキャプテンでお願いしますってなるわけ、うん。はい。確かに。それってなんかもう、ただの、ピックアップされる能力じゃん。確かに、いろんな雑誌出られてましたもんね。そうそうそう。で、僕はやっぱ能力を客観的に分かってるから。いや、すごい。その、1位だから、
どうとかじゃないわけよ。じゃない。そう。それを目指してなかったからこそ、そうなってたっていう。そう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 。いやー、すごいお話ですね。うん、だから、あ、じゃあ客観的に自分が持ってる力って何なのか探したときに、うん、ドン、ドン、アシナです。っていう能力じゃない。じゃあ、でもこの能力で、いやそれすごいっすよ。この能力なん、何なんですか、何に使えるのかなと思うじゃん。はい、何業これと思って。いや、ほんとそうっすね。それ悩んでたわけ。はいはい。何業なんだろうと思って。はい、でも明らかに、すごい優秀な先輩と一緒に商談とか行っても、はい、やっぱ僕になっちゃうのよ。あ、これ何業なんだろうと思って。うん、でたまたまそのアメリカのロサンゼルスのチアガールに挑戦してる女の子がいて、はいはい、その子が、あの、レイカーズとかクリッパーズの、そのバスケのチアに挑戦してるっていう時期で、はい、うん、で、一緒に焼肉食べてる時に、うん、アッシュもちょっとアメリカ来たらいいじゃん、みたいな。お、いきなり僕プレゼンしてる時で、はい、アメリカ来たらいいじゃん。はい、いや、アメリカありだなと思って。ありだなと。あ、そんなノリだったんですね。へぇ、確かにそれ、アメリカは考えてなかったなと思って。うんうん、あ、でそう言われた瞬間に、はい、さすがに僕も2週間くらい考えたけど、はい、どう考えても、いや、これアメリカで、勝てるなと思って。すごい。まあ、じゃあアメリカ行こう。いや、もうそのやっぱり、行動力じゃないですけど、うん、実行力。で、思い立ったら即ですね。うん。すべて。で、その時僕結婚したんですよ。はい。で、離婚して、うん、その離婚した日に会社辞めて、その月末にもアメリカ行ってた。わー、早い。舞台俳優そうですね。で、1本すごいっすよね。だから俳優の準備をしてたわけでも練習をしてたわけでもないし、英語が帰国子女だったわけでもないけど、要はそのどこで自分がこうスパイクしてるというか、その自分の能力をちゃんと客観的に理解して、そこで行けばあとは追いついてくる。やっぱ一番は自分の一番突き抜けてるところはどこなのかってことを冷静にこうジャッジするみたいな、すごい大事。大事ですね。うん、その視点なかなか持つのは難しいと思うんですけど、うん、もう持ちたいなと思いますね。有料級の話です、うん。はい。なるほど。で、まあ俳優業を終えて、うん、まあ、日本戻ってこられて、まあ、そこから日本でのまた新しいチャレンジというか。俳優やってアメリカに入れなかったんですよ、ビザ落ちて、うん、でそこからフィリピンに行って英語を、まあ、とりあえず英語と体作りをしなくちゃいけないなと、はい、でフィリピンのセブ島で英語ペラペラ体バキバキの旅っていうので3ヶ月精神の時の部屋ぐらいの感じで行ってきて、はい、でその時ぐらいにもうお金がなかったと思ったんです。全部使ったのアメリカで。なるほど。で、フィリピンに逃げ込んで、はい、安いんで、はい、でそこでうわーこれ貯金なくなるってこう逃げ込んで、この間に企業アイデアを3ヶ月くらい考えて、そういう期間だったんです。そんで日本に帰ってきて、はい、だからなんかその起業家したかったっていうよりも稼がなきゃっていう、あ、それきっかけだ。で僕が一番稼げると思ったのは結局クリエイティブとかだったの、クリエイティブ職で、結局そのウェブデザインとか、あのスポンサー事業とか、あ、僕もそうあの前職時の営業をやってた、そうになりましたとかっていうのをたくさん売らせてもらいました。そうだね。はい。で、あれで最初ボンと始めて、はい、無一文で始めたんですよ、あれは。はい、で銀行からもお金借りて、はい、アパレルやりますとって、うん、お金貸してください、はい、だから起業したら銀行がお金貸してくれると思った、うん、お金なくなっちゃう、はい、もう貯金がついちゃうから、はい、まあ、とりあえずまず銀行から金借りようと、はい、でそれで全く違うことだったんだけど、それで始めて2000万ぐらいですよ、最初の企業一人で。すごいですね。それはよかった。よかったな。やっと生きれたな。はい。いや、でも、すごい、僕の仲間も結構やってましたけど、うん、めちゃめちゃ好評でしたね。いいよね。あれ、すごくいいです、ね。あれを、だから、プルデンシャル生命に潰されたのさ、あの。あ、ありましたね。はい。それで一回、亡くなったんですよね。そう。で、もう一回起業したらしいね、なんか。で、そっからが、今のビーズにつながる。あ、そう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 。ね、そう、でその時まあコンサートとかもやってたんだけど、はい、結局なんか自分でやって自分でケツを拭くっていうことがやっぱ好きだから、はい、やっぱそのもちろんコンサル業とかでも儲かるんだけど、じゃあアドバイスをして、はい、あ、要は人様の商売に口出しして、はい、儲けてもらって、で良かったです、はい、で儲けなかったら
お前のせいじゃないかみたいな、お前入れたの意味ないみたいな、なんかこの働き方みたいなことが僕には向いてないなと思って、もちろんリスクはないんだけどね。はいはい。そうだね。なるほど。で、結局もう B2C で直接消費者に届けられるサービスしようと思って、はい、2018年に Beats っていうのを Beats ですね作って、はい、だからそれもだからみんなやりたいことないと、日本人の若い人って、はい、やりたいことがないと思ってたんですよ。うん、いやでも多いです。そうでもみんな、うん、だからそう原田にもあったじゃん、はい、であれもちょうどその頃かな、その Beats を作る1年ぐらい前だね、多分前。そうですね。だからその時もみんなやりたいことがないんじゃなくて、やりたいことあるんだよ。うん、やりたいことあるんだけど、どうしようかと迷ってるわけ、みんな。そうですね。こんなことやりたいんですけど、どうしたらいいですかね。お前やりたいことあるんだったらやれよしか僕は言えないから。はい。その時思ったのは、あ、この人多分死ぬと思ってないなと思ったんですよ。死ぬと思ってないから、やれないってことですか。そう。死ぬと思ってないから、3年後にやろうとか、準備できたらやろうとか、30までにはとかっていう、のんきなこと言ってるわけ。うん。で、僕、両親が2人とも50いかないで死んでるから、はい、40代で。はい。そもそも、やりたいことを、そっか、いつかやろうみたいな感覚がないわけ。もうやらないと終わるから、人生って。まあ、いつ終わる瞬間見てるから、そういう、まあ、マインドセットじゃないですけど。だから、この弱体化してる日本の若者に、はい、死ぬぞってことを教えないといけないなって。でもなかなか軽減、日本ではできないですよね。だから、はい、別に僕がボコボコにするわけにもいかないし。まあそうですね、もう瀕死状態にして、ああもう今すぐやらないと人生終わっちゃって思わせる気がする。死にそうになるぐらい怖いですけどね。だからそのビーツっていう脈を上げろっていうコンセプトで、はい、動物って20億回脈を打ったら死ぬから。はい、それで寿命なんですよ。うん、だからその脈を打たせれば、うん、死ぬことを錯覚して、うん、生きる喜びを感じて調整するんじゃないかと思って、うん、その脈を上げる事業を。それがビーツ。それがビーツ、ね。ハートビーツ、脈を上げるっていうのビーツ。僕もビーツ、通わせていただいてましたけど、体重98キロぐらい太った時。ああ。いや、本当に、毎回死ぬと思いました、ね。歩けないんですよ。死ぬならね。あれはすごいですね。死を疑似体験するスポーツだからね。はい、でも、終わった後、なんか、何でもできるぞ、みたいな。そうそうそう。体の状態になるのは不思議ですね。そう。で、まあ、その後もスーツ屋さんとかもやったりとか、はい、まあ、いろいろあったり、はい、あったりとか。うん、で、今、いろいろこう、じゃあ自分のことだけじゃなく、いろんな人をこう助けていこうっていう観点でやってるんだけど、うん、で、まあ、今回その、まあ、ビーツを皮切りに店舗があったんだけど、はい、結局そのジムに行かないといけないじゃん。そうですね。で、忙しくなってくると言い訳して行かなくなる、うん、そうですね。一回行かなくなると行けなくなっちゃうんですよね。で、これってやっぱフィットネスの本質じゃないよね、はい、っていうので、店舗にも通わない、うん、時間も関係ない、うん、っていうことのフィットネスっていうので、今回バディーズっていうのを新しく出した。はい。いや、バディーズすごいっす、ね。バディーすごいでしょ。いや、ほんとすごいです。これ、革命なんですよ。いや、そうっすよね。まあ、ちょっと、アシナさんのお時間も迫ってきてるので、ちょっと、ね、できればバディーズだったり、あと、他にも、英会話とかね、ミライズっていう会社やったりとか。あとは、保険代理店の花道っていう会社やったりとか、うんうん。あとは、サンコーファーマシーっていう薬局の、お仕事させていただいたり。幅広いですね。幅広い。はい。ちょっとそこら辺、まあ、今、現在までのところ簡単にお聞かせいただいたんですけど、これからの、そういった、まあ、事業であったりとか、うん、アシャさん、まあ、改めてどうなっていきたいのかっていうところを、ちょっと。多分、事業としては、ヘルスケア事業になってくるかな。はい、ああ。僕の事業全体がね。はい。多分全部がヘルスケアとかになってくるかな。はい、うん。で、多分僕個人で言うと、うん、多分コピーライター、クリエイティブディレクターっていうところで、多分わーって言ってくるから、うん、多分それが両輪走ってくるから。なるほどですね。あんま考えてないです。いや、めちゃめちゃ考えられてます。方向性しか考えてない。いや、でもそこが決まってるのがすごい大きいですよね。うん、そうだね。なるほど。ちょっと、お時間も迫ってきたので、はい、各新しい、まあ、バディーズだったりとか新事業に関してはまたちょっと別途お時間いただいてもいいでしょうか。もし何か聞きたいことがあったらコメント欄によろしくお願いします。書いていただけたらそれを拾い上げてまた企画にするかもしれません。企画にしていきたいのでぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、アシャさん本日は本当にありがとうございました。お忙しい中こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあそんな形で
恵比寿ガーデンプレイスということで、来ました。これからですね、慶応アメフトの後輩でもあり、スーパースターのですね、ちゃんこ丸と、ご飯です。行ってみましょう。38回でございます。